オートファジー。オートファジーは、細胞が持っている、細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つ。辞職とも呼ばれる。酵母から人に至るまでの深核生物に見られる気候であり、細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成した時や栄養環境が悪化した時に、タンパク質のリサイクル行ったり、細胞室内に侵入した。 病原微生物を排除することで生体の向上性維持に関与している。このほか、個体発生の過程でのプログラム細胞死や、ハンチントン病などの疾患の発生、細胞の眼科抑制にも関与することが知られている。オートマイナスはギリシャ語の自分自身を表す。セット語、フェイジは食べることの意で、1963年にクリスチャンド・デューブにより定義された。 1953年から1955年にかけてクリスチャン・ド・デューブにより多様な下水分解酵素を含む細胞小器官としてリソソームが発見された。ド・デューブは1963年に細胞が自身のタンパク質を称号としてリソソームと融合し分解する現象をオートファジー、その称号をオートファゴソームと命名した。その後、 ユビキチンマイナスプロテアソーム系によるタンパク質分解機構の解明は進むが一方オートファジーの分子生物学的な解明についてほとんど進展が見られなかったこれは電子顕微鏡による観察がオートファゴソームを検出する唯一の手段であったことが大きな要因であったまたオートファジー現象を否定する論文も発表されていた1992年に 大隅義則らは、質画公母、サッカロミセスセラビシでのオートファジーを初めて観察した。液胞は、リソソームと似た性質を持つ、小器官で多数の下水分解酵素を内在しており、質画公母においては、細胞体積の25%以上を占める最大のコンパートメントである。また、質画公母は、窒素源が枯渇すると、減数分裂と、 胞子形成を起こすが、液胞の下水分解酵素を欠損した株は、胞子形成が不全になることが知られており、液胞が栄養飢餓状態で重要な生理機能を持つとが示唆されていた。これらのことに着目した、オースミイラは、タンパク質分解酵素欠損株を飢餓状態にして観察した。オースミの予想は当たり、タンパク質分解酵素欠損のため分解されずに、 液泡に蓄積した小さな下流状のものが分運動で激しく動き回っているのを認めた。電子顕微鏡を用いたさらなる観察により次のようなことが判明した。下流は一重膜の構造体であることが示され、オートファジックボディと名付けられた。飢餓に応答して、隔離膜が出現し、膜の身長とともに細胞質のタンパク質などを取り囲み、 オートファゴソームを形成する。オートファゴソームは、直ちに液胞と融合する。融合時にオートファゴソームの外側の膜と液胞の膜が融合し、オートファゴソームの内側の膜に囲まれた部分が、液胞に放出され一重膜のオートファジックボディとなる。質荷工房で観察された、これら一連の膜胴体は、ドキューブの提唱したオートファジー現象そのものであった。 オースミラは、出荷工房を突然変異有機剤で処理し、ランダムに遺伝子を傷つけることで、オートファジー不能変異体の作成を試みた。5000個の突然変異体の中から一つだけ変異株が見つかり、オートファジーのスペルから APG1 変異体と名付けられた。詳しい解析より、当時役割が知られていない遺伝子に傷がついていることがわかり、APG1 遺伝子と名付けられた。 オースミラは APG1 を含め14種類のオートファジー不能変異体を同定し、それらの遺伝子解析からオートファジーに必須となる14種類の遺伝子を確定し、1993年にフェブスレターズに論文を発表した。2003年に外国の複数のグループが APG と同じ遺伝子を異なる名前で研究していたことが明らかとなり、 オートファジー関連遺伝子の名前が ATG として統一された。APG1 は a t g 1に a p g 1 6は ATG16 と大隅の付けた番号がそのまま引き継がれた。現在2014年では38種類の ATG 遺伝子が同定されている。そのうち合計18個 ATG1、ATG10、ATG12、ATG14。AT ATG16, ATG18, ATG29, ATG31 がオートファゴソムの形成に必須の遺伝子とされている。オースミラが公募でのオートファジー遺伝子の同定を行っていた当時、人やマウスの全ゲノム解読 DNA が行われていた。これらの成果をもとに ATG 遺伝子の人やマウスのホモログが発見されていた。百九十八年に 初の哺乳類 ATG 総動因子である ATG12 と ATG5 が1999年に ATG6 総動因子であるビックリン1が発見された。2000年には ATG8 の哺乳類総動因子である LC3 の論文が発表された。隔離膜の起源について決定的な証拠がなく長年結論の出ない状態であった。2008年オートファゴソームが 小胞体の近くで形成されることが示され、オートファゴソームの小胞体起源説が強く示された。その後、ミトコンドリア起源説も提唱され論争が起きるが、2013年に発表された論文で、隔離膜が形成される小胞体上の箇所は、 ミトコンドリアと小胞体の接触部位であることが示され、小胞体起源説とミトコンドリア起源説はどちらも正しいことが判明した。この結果は、小胞体とミトコンドリアという機能も由来も全く異なる二つの独立した細胞小器官が共同して、第三の細胞小器、オートファゴソームを作るという驚くべき結果であった。2005年、ダニエル・ J ・クリオンスキー ダニエル・ J ・クライオンスキーは、オートファジーに特化した科学雑誌誌を立ち上げ、編集長となった。オートファジーは、そのメカニズムの違いから、マクロオートファジー、ミクロオートファジー、シャペロン介在性オートファジーの3つに分けられる。単にオートファジーといった場合は、普通マクロオートファジーのことを指す。また分解する対象によって、別の呼び方がされる場合もある。細胞は、 タンパク質を新たに作り出す機構だけでなく、作ったタンパク質が不要になった場合に分解する機構も持っている。この機構をタンパク質分解と呼ぶが、これにはの2つの主要な機構が存在する。指チンプロテアソーム系では、分解するべきタンパク質の一つ一つに指チン分子が複数結合することで、プロテアソームにより認識されて分解されるという、 形で個々のタンパク質との分解が行われるのに、対し、オートファジーでは一度に多くのタンパク質が分解される。このためオートファジーによるタンパク質分解のことはバルク分解とも呼ばれる。細胞が生命活動を行うためには必要な遺伝子を発現させてタンパク質などの生体高分子を生合成する必要がある。タンパク質はアミノ酸からなる。 高分子であり、細胞が生命活動を行うためにはその材料となる必須アミノ酸を栄養源として細胞外から取り込む必要がある。個体が飢餓状態に置かれて栄養が枯渇し、アミノ酸の供給が絶たれることは、細胞にとっては生死に関わる重大なダメージになり得る。しかしオートファジーが働くことによって、細胞は一時的にこのダメージを回避することが、 可能だと考えられている。オートファジーが起きると、細胞内に常に存在している、タンパク質、ハウスーピングタンパクの一部が分解されて、ペプチドやアミノ酸が生成され、それが、細胞の生命活動にとって、より重要性の高いタンパク質を合成する材料に当てられると考えられている。この機構は、動物の個体レベルにおいても観察され、例えばマウスを、 一晩絶食させることで、肝細胞でオートファジーが起きることが知られている。ただし、オートファジーによる栄養飢餓の回避はあくまで一時的なものであり、飢餓状態が長く続いた場合には対処することができない。この場合、オートファジーが過度に進行することで、細胞が自分自身を食べ尽くしてしまい、細胞が死に至ると考えられている事項を参照。 気餓状態になると、栄養センサーである TOR 複合体1の活性が低下し、ATG13 が速やかに脱輪酸化される。これにより、ATG13 は ATG1 と ATG17 に対する高い神話性を獲得し、ATG1 複合体が形成され、オートファジーが始動する。人を含む高等生物の個体発生の過程では、 一度分裂によって生じた細胞が自発的に死んでいくことで様々な形態形成が進む。この時に見られる細胞肢はその生物が遺伝情報にあらかじめ含んでいる、すなわちプログラムされていたという意味からプログラム細胞肢と呼ばれる。このプログラム細胞肢はその時の細胞形態上の違いから1型はアポトーシス、2型はオートファジーを伴う 細胞死3型はネクローシス型プログラム細胞肢の3型に分類されている。オートファジーを伴う細胞肢はこの2型プログラム細胞肢である。オートファジーに関連する遺伝子の働きを抑制すると個体発生の過程で異常が起こることが明らかになっており、オートファジーを伴うプログラム細胞肢が生物の発生過程において重要であることが分かっている。 オートファジーの機構とよく似たものの一つに、マクルファージや甲中球などの食細胞が行う、鈍食、鈍食、ファゴサイトーシスがある。これらの食細胞は、体内に侵入した異物や病原体を、エンドサイトーシスによって、ファゴソームという商法に包んだ形で取り込む。ファゴソームは、細胞室内で、オートファゴソームと同様に、リソソームと膜融合して、 ファゴリソソームとなり、消胞内部の異物を消化分解する。しかしリステリア族の細菌は内部からファゴソームを破壊して、鈍色の気候から逃れ、細胞室内に感染、細胞内感染しようとする。オートファジーはこのようにして、細胞室内に逃れた細菌を再び捉え直して分解する働きも果たしており、この働きによって、 生体を微生物による感染から守っていると考えられている。植物にもオートファジー現象が起きる。酵母と同様にオートファゴソームが液胞と融合し、細胞質成分を分解する。オートファジーを起こせない ATG ノックアウト植物が作成されている。オートファジー不能植物は生育可能であるが、正常な植物より花が咲くのが早く。 老化が促進される。この傾向は、飢餓状態でより顕著となる。したがって、植物におけるオートファジーは必須ではないが、タンパク質代謝の重要な機能を担っていると推測される。昆虫の変態時にもオートファジーが起きている。オートファジー遺伝子欠損症状場,場へは、変態時に唾液汚や中腸の消失が遅れると報告されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。